カメラに当たっちゃいました。昨晩の動画はドローンスター01を開封して、その後送信機の乾電池がないことに気がついてそこで終了しましたが、今回はドローンスター01を飛ばすための準備と実際に飛ばしてみたいと思います。ドローンスター01を AC アダプターでケーブルでつなぐと、ケーブルの根元が赤く LED が光ります。先ほど抜いてみたんですが、抜くとランプが消えました。充電中はこのケーブルの LED の赤いランプで確認できます。約20分から30分経つとランプが消えて充電が完了しました。充電は1アンペアのものを使います。終わると早く抜いた方が良さそうです。そして送信機にも単4の乾電池2個装着しました。次にドローンスター01にプロペラガードを取り付けます。上側につけるんじゃなく、この下側の4つのこの出っ張りにこのプロペラガードを取り付けます。こんな感じでプロペラガードが取り付きました。下から見るとこんな感じで、上から見るとこんな感じ。不思議なことに横から見るとプロペラがガードされていません。次に送信機の真ん中のカバーをパカンと開けると、こちらがスイッチになってます。ここをオンにします。そして今回はスマートフォン使わずに飛ばしますね。ドローンスター01の方も電源入れます。こちらは分かりにくいですが、ここが電源スイッチになってます。充電するところの上になりますね。これオンにします。するとこんな感じで赤や青の LED が点滅します。この状態で送信機の左側のこのスティックを上に上げて下に上げます。これで接続が完了します。それでは飛ばしてみますね。今風吹いてないんですが、エアコンもかけてませんが、結構ホバリング安定しません。結構じっとしないですね。着陸します。今エアコンかけてないんですが、全然安定しません。もう一回飛ばしてみます。今操作しながらできるだけ一定の位置に置こうとしてるんですが、結構素直に同じ場所にとどまってくれないですね。なんか気流に流されてるんでしょうか。時々後ろにやらないと一定位置にならないですね。操作してなんとか一定の位置にとどめようとしています。全然ホバリング安定しません。ちょっとドビーより安定しない感じですね。一回上げて、着陸します。結構難しいです。ホバリングが難しいのは分かったんですが、今度はいろんな飛行をやってみます。バッテリー持つでしょうか。
カメラに当たっちゃいました。ただどうもバッテリーがなくなると点滅して上昇しなくなるようです。ドローンスター01を飛ばしてみて想像以上に安定して飛ばすの難しかったですね。意外とホバリングでじっとするっていうのが結構難しかったです。ゼロティックドビーより飛ばすの難しい感じはしました。ただ3月にゼロティックドビーを飛ばしてからその後ドローン飛ばしてないので久しぶりに飛ばしてみるとやはりこのスティック操作の感覚思い出すのにはいいなと思いました。本番でドローンを飛ばす前にこのドローンスター01で自宅で自主練するのにはいいと思いました。ただ今回3回飛ばしただけでバッテリーが少なくなって上昇しなくなりましたが、機体が小さいので仕方ないと思いますが、もう少しバッテリーが持ってくれたら嬉しいなとは思いました。次こそは安全な場所で DJI スパーク飛ばしてみたいと思います。楽しみです。ドローン関係の動画も時々上げていきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。